この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。おお、めっちゃぬるぬる動くやん。おう、おう、おう、凶悪怪獣デストロイヤー先輩たちだ。僕に歩み寄ってきてるぞ。怖っ、怖っ、何この、あれってか、デストロイヤー左右にいることって多分今までで初めてじゃん。ちょ、それ俺やったる、待って待って、言ってへんのこの野郎。ごめんな。ごめん、さすがにゼロ距離は痛いから、ちょっとあの受け身取らせてもらった。ちょっとごめん、ゼロ距離は痛い。大丈夫ね。おお、てかやっぱデストロイヤー初めてだよね、2体ね。多分は初だよね、お初お初。ちょっと早いね。うおー、来たー、ありがとうございます。かっこいいの取れたよ。おー、やべえ、てかやっぱデストロイヤー初だよ、左右デストロイヤー初めてだよ。あれ、てかこれどうする、異世界行くか、せっかくだし。そうだよ、異世界行こう。ちゃうねちゃうね、掴みたいね。行こう、あの世へゴー。そうです、どうだ、行かねえな。こっちで行くか、多分ジェネレーターならいけるだろ。壊れてないよね、ここ、ここ。多分分かってるでしょ、分かってくれてると思うんだよ。よし、異世界に行こう、久々だな、久々の異世界、おいで。Come here! Come on here! いけ!飛んでけー !OK! いいぞ。OK! ここ行けるかな?あ、ダメか。どうだ、よーし、あ、そうだ、俺入れねえじゃん。お、今思ったけど俺入れねえじゃん。今思ったけど俺入れなくね。いや、入れねえよな。ごめん、入れねえわ。今思ったけど俺入れねえわ。ごめん、気づくの遅かった。すげえ、デストロイヤーが異世界に、うわー、暴れてる暴れてる。なんかちっちゃい時のデストロイヤーみたいな感じに見えるね、離れてみると。こっからやるとさ、当たる?当たった当たった。へぇ、でもデストロイヤーつかみ技ないもんね。おぉ、すげぇ。戻ってきていいよ。おぉ、それ地面に届いてた今。おお、飛ぶね、見てますよ。そう、カクンと落ちんだよ。おお、おお、いつの間にそんなところに。うわ、すげえ、ビームかっこよ。ちょっともう一回見せて。あ、飛んでくるね。おお、撃ち落として、おお、すげえすげえ、こんな飛ぶんだ。ごめんな、いけねえわ。一
人で行く方法ってないよね。おお頭上通過。ちょっとラインうるせえ。オフもう始まってんのかすら分からんけど。おお落ちた落ちた落ちろ落ちろ、落ちる瞬間落ちたら、おおすげえ、そこのまだいけるんだ。あー落ちたー。さあやり合おうか。ほっ、おーっと、ダッシュで一回逃げよ。素晴らしい。うわーその間入りたくねー。おっ痛い。おおっだと思ったよ。やべ逃げ場がね。デストロイヤー左右にで、ちょ怖い。ほっ届かない。おお素晴らしい火力。痛い痛い。よいしょ。いいぞいいぞ。ほっ。おっ。おっ。おーおーおおおあぶねあぶね。いっててててて。今回復行動を取るべきだな。ほっ。ああ最後食らうよな。おおほほ。超攻撃、うわ間に合わない。おおうまい受け身。おおこれきついぞ。いたたたたい。セイ。おおやったきりジョンでもそれ俺だったね。おこれいいんじゃない。なんだと。おおすげえ、ありがとうございました。おお決めるね、かっこいいなです。ってかあれだよね、ほんとお初だよね。でそれは2匹だよね。今まで普通に1体とかあったけど、デストロイヤー2匹ってあったっけ。ちょっと記憶にない。俺の頭がバカなのかもしれない。あ、そろそろビオランテ使おうか。ビオランテ久々だぜ。誰もいなーい。よいしょ、出ておいで。さあゴジラファンの皆様、出ておいで。そうです、いらっしゃいませ、いらっしゃっせ。ケンの大冒険、いらっしゃっせー。OK。OK。あ、リスナーさん？これはリスナーさんか？ C はリスナーさん決定。ほう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 。でも超ぬるぬる動くんだよね。ビオランってやっぱでっけー。これ何メートルなんだろう今。
でっか。いくか。ゴジラちっさ。おーおーおー、いいじゃない、いいじゃない、素晴らしい、ありがとう。いいね。で、あのゴジラ先輩は何をしてらっしゃるのかな。てい、 OK、 許可取れた。あと向こうのゴジラなんだ。向こうのゴジラさんどうする？乱戦にする？それとも久々の対マンする？どうする？どうする？アイフル、アイフルです。これ結構古いぞ。これ結構古いぞ、この CM。 お、戦ってるのか。多分このB のゴジラ、多分うちのこと知らないのかな。でもなんか前見かけたような気がするの。うちを攻撃仕掛けてみていいですかね。届くか。あ、今ちょっと一瞬当たったな。でもなんか振り向いてくねえな。ガン逃げじゃないか。ガン逃げじゃないか。どうしよう。じゃあリスナーさんとやるか。あれ、リスナーさん、ちょっと煙の中入ろう。なんかビオランで火事じゃねえこれ。ビオランで火事。あ、収まった。消防車が消してくれたのかな、ありがとう。おう、やろうぜ、やろうぜ。もう壊すもんねえだろ。もう壊すもんねえだろ。へい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 。まあ平和なのはいいことだ。じゃあ行くか。ビオランテ強し。うわ、うわ。当て逃げか。当て逃げか、まさかの。さあ乱戦だ、乱戦だ。おお、うまい。おお、そんなが行きたくねえ。逃がすか。逃がすか。これで目の前は封鎖された。さあどうする。おお、立ち向かった。おったべ。よいしょ。ほっほっ、よいしょ。おー、なんか遠くから撃ってくるね。その勝負受けて立つ。
痛い。痛い。かするぜ。このゴジラ、何なんだろう。戦い方が微妙。おー、なんかすっげえスライドしたね、今。届け、俺の愛のメッセージ。よし。愛のメッセージって何。おお。挟まれてるね。辛そうなのでターゲットを変えよう。やつだ。あれ、いけねえなー、追いつけねー。大きな巨人だ。それは待っていた。リスナーさんもそれを待っていたみたい。これ届くんじゃね。おっ、だいぶ体力の差があるけど大丈夫か。なんかいろいろ試してみる。試してる間に殺されそうだけど。うお、やはり強いな。さあ、これどう出る。おお、来たー。いや、ビオランテ強すぎだよね。あー、なんか悲しいな、ゴジラの死骸が2匹転がるのって。なんかデストロイヤー戦思い出すな。ゴジラ2匹といったらね、デストロイヤー戦ですよね。いやー、思い出すな。悲しいな。悲しいな。でも、あと1勝したらあれですね。ちょうどよく、270勝ですね。というわけでね、まあ今回ちょっと、まあここら辺でちょっと終了させていただきます。これからもゴジラの実況よろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。